で、もう一つ今日質問いただいてまして、OBD2 の電源がなんか来てないとかいうことです。でですね、サービスマニュアルを見ました。OBD2 多分データリンクポートのこと言ってはると思います。これがデータリンクコネクターの簡単な回路図になります。で、本当にそのことを言ってはるかどうかなんで、姿図を一回見た方がいいと思うんですよね。これですね、データリンクコネクターと、16ピンあります。俗に言う OBD2 ですね。OBD って何の略でしたっけね ?O、オンボード、OBB、OBD、オンボード、D、ダイアグノーシスか。オンボード、オンダッシュ。オンダッシュかオンボードかだったと思います。確か年式で言うと96年からの企画になってます。まあ、日本車ももっともっと後なんですけども、アメ車の場合はもう一番早いんで、もしお乗りの車が96年式以降であれば OBD2 になると思います。これは、99年のマニュアルですんで OBD2 の企画になりますね。それ以前未満であればですね、ちょっと話が変わってくるんですね。OBD1 という可能性があります。で、これに関してはですね、コネクターのこの形がいろいろあるんです。統一されてなくてですね、例えばギリギリの年式95年の自動車であれば、コネクターの形はこれなんですよ。この16ピンの台形で OBD2 と同じなんですけれども、その通信ポートであったり、その内容がですね、OBD1 であると。ですから、まず年式が96年以降、コメントのご質問で年式がちょっとね、書いてなかったんでわからなかったですけど、もしこれと同じなのであれば OBD2 で、16ピン。で、その16ピンのうち使ってる配線っていうのはすごく限られてるんですね。これでいきますと、ピン番号で言うと1番、not use も使われてません。で、2番、シグナルデータ、データ、あ、じゃあシリアルデータシグナルと通信用の線ですね。3番も使われてません。で、4番グラウンド、5番グラウンド、6と7使われてない。で、8番、これはキーレスエントリーのプログラム用のポートですけども、キーレスエントリーは多分このデータリンクポート使わずにみんな裏コードとか使って登録してはると思います、アマチュアの人は。プロの人はね、このポート使うかもしれないんですけれども、まあ、我々はそのね、鍵抜いたり挿したり、このボタンとこのボタン2つ同時押しで何秒待つとか、まあ、そういう原始的な方法で、キーレスエントリー登録すると思うんで、もうこのポートも結局我々使えませんよね。で、9番、これもデータ通信用。10番から15番使いません。ということはほとんど使わないですね。最後のオレンジ色の配線16番。これがヒューズアウトプットバッテリータイプ3ヒューズということで、これだけがプラスの電源です。でですね、なぜ OBD2 の常時電源がその方必要になったのかもちょっとわからないんですけれども、何かエラーコードをスキャンしようとしはったんやと思います。スキャナーをここにね、ぶっ刺しまして、エラーコードを拾う、もしくは、以前に拾ったコードをここで消すと、なんかそういうことをしようとしはったんやと思うんです。でね、最近それ以外の使い方をするような商品が出てるんですよ。何かというとね、このポートを使って、カーアクセサリー、なんか車のアクセサリーを使うと、もうここに刺すだけで、なんか、
その電化製品というか、カーアクセサリーが使えますというような、いうようなものがあるんです。で、あれに関して私ちょっとあまり、なんか賛成しないというか、これはあくまでもサービスポートであって、整備用のポートなんで、これを、まあそういうことに使うというのは、なんかちょっと怖いというか、なんか抵抗がありますね。まあなんか普通のカーアクセサリーで電源が欲しいんであれば、ちゃんと他のところから電源を取ればいいかなと。とても、繊細な大事な、エンジンのね、コンピューターに直結する部分なんで、まあ、私はここから電源を取るということはしません。まあ、スキャナーをつないで、エンジンの調子を見る、エラーコードを拾う、まあ、そういうことには当然使います。で、今言いました、電源来ないということは、プラスかマイナスどっちかが、まあ、死んでるということなんで、まあ、その方のテスターの当たり方、マイナスの取り方、わかりませんので、どうやったかわかりませんけども、プラスとマイナスと見ますと、グラウンドが4番と、5番もグラウンドと、で、16番のこの、プラスの電源と、この4番、5番、16番。ですから、ここで言います、OBD2 で言いますと、左上から始まりますんで、1、2、3、4番目、4、5。でずっと進みまして、右下最後、16。この3つを見ていくわけですよね。で5番で言うとこれです。ね。まあ、これが、グラウンドが、ここの117番で分岐するんですよね。で、グラウンドの100、何番これ ?105 番と107番。こう2つで、グラウンドを取ってます。で戻りまして、データリングコネクターの4番、これを行きますと、グラウンドの110番と、この3つのグラウンドを取ってます。ね。で、最後、プラスの電源ですね。これがなんか言ってはりました。プラス電源のヒューズの場所はどこですかということで、まあ、結局、ヒューズの場所が知りたいというような内容ですね。オレンジの線で来まして、これですね。IP ヒューズブロック。ヒューズばっかりがこう集まった箱があるんです。日本語で何て言いますか。日本語やったら多分ヒューズボックス。なんかそういう言い方すると思います。そうだったと思いますね。これ IP ヒューズブロックということで、まあ、ここにヒューズがあるんですね。ヒューズ番号で言いますと、7番、25番のヒューズを使ってますと、8の、64番。ここです、ここですね、これ。これです。これです。IP ヒューズブロック。7番。うん、これです。ですからこれ、運転席のキックパネルの中です。って書いてくれてないんか。コンベンションセンターがいるの書いてないな。運転するときに左足の先ですね。これ、ちょっとカーペットめくらなあかんか、なんかせなあかんかとかどうかちょっとわかりません。ちょ車見たらわかりますけど、そこにこの、ヒューズブロックありますんで、で、それの何番やったっけ？それのヒューズ7番。ヒューズ7番。3。こうなして、これ書いてるでしょ。これなんか自分がね、これ触ったんですよね。ここの電気周り。触った時にこう収支しといて。これはドアの、ロックですね。ドアのロックを、鍵を、まあ、そんな言ってたら分かるようになった。これや。あ、これ。
IP シューズブロック。これね。こっちが裏。で、こっちが表。7番、これ。7番、25番。これね。これですね。うん。だから、ヒューズ飛びを疑うんであれば、まあ、これで、そのデータリンクのポートから電源が出ないということが、まあ、症状なんでしょうけども、それ用のヒューズじゃないということです。なぜかというと、ここ7番を見ますと、7番のロードっていうのが、これね、オーディオ関係も言ってね、サブウーファーのアンプリファーとか DLC とか、そういうもののための、ヒューズであると。オーディオと共用してるはずなんで、もしこのヒューズが飛んだことが原因で、そのデータリンクポートから電源が取れないのであれば、そのオーディオとか、他のところにも、電源が来ない症状が出てると思います。ですから、ここだけが悪いと、そのデータリンクポートだけが電源来ないというのであれば、ヒューズ関係ないと思うんですよね。で、ちょっとコメントで返事来まして、なんかもう解決したみたいな、ことだったんで、ヒューズ変えて直ったんかなと思いますけども。で、当然ですけど、電源来ないということはプラスじゃなくて、このグラウンドを見ていかないといけないということになりますね。で、この YouTube の動画で私、こういう動画を作ろうと思ってる、この、そういうプロジェクトといいますかね、それ何個かあるんです。ちょっと時間がなくて全然できてませんけども、でそのうちの一つに、この、シェビーのこのアストロという車の、このグラウンディングというものを、ちょっと全部カメラに収めようかなということを考えてるんですね。まあ、なぜかというと、まあ、これはアストロですけども、自分の車のそのグラウンディングが、どこにあるのかということを、まあ知りたい人、あんまりおらんか。自分が一番知りたいという。で、私が、そういうのまとめたいなと思うんで、ちょっとかなり変態動画になるかと思いますけれども、グラウンディングリストを動画として作りたいと思うんですね。で、ここですと、105番と107番と110番ということで、もうたったこれだけの点検のために、グラウンディングが3箇所も出てくるわけですよね。で、この3つ、これ一体場所どこなんやということになるんです。で、それをもう全部ね、こう、わかりやすく、できたらなと思うんですので、そういう動画作ってくれてる人多分いないと思います。もう世界中にも誰もいないんじゃないかなと思いますね。で、グラウンディングの、これリストなんですけども、から始まって G の100番から始まりまして、ずーっと行きまして G の404番まで全部で19個ここにリストアップされてます。で、うち2つはですね、4輪駆動と後輪駆動の違いなんで、実質それぞれの車には17箇所のグラウンディングがあります。で、まあ、さっき言った通りこの17箇所ですね、まるでスタンプラリーのようにですね、全部このカメラに収めて、で、YouTube の動画にいつかアップしたいなというふうに思ってます。で、今日がとりあえず、105番でしたっけ？例えば105番でしたらね、サーモスタットのハウジングにあるんです。ここな、自力で探しとったらめちゃしんどいでしょう。だからでも誰かが YouTube でパチッとやってくれたらそれで済むんですけどね。これです。見えるかな？この3番なんですけどね。これなんですよ。これ。このグラウンディングが、その OBD2 の、端子に影響してる
グラウンドでもあるんですね。で、あと、107番でしたっけ？ 107 番でしたら、カメラが邪魔でね、これ。In the left rear of the engine block next to NAC sensor ということで、これもエンジンですね。358。これだ。もう丸下あるわ、これ。これです。ここで線切れてるやん。なんかノックセンサーのアラウンドって言ってましたっけ？これどっちが前だ？こっちが前ですね。これコンプレッサーやから、向こうが前です。こっちが後ろですから、これインテリア側からアクセスするか、車の底から行けたらラッキーというパターンちゃいますかね。でもこの図だけではようわかりませんので、誰かが車に潜ってカメラに収めてアップロードしてくれれば、世界中のアストロファンの方に役に立つと思うんですけど、あと110番ですね。これが、インダレフトサイドオブザフロントオブザダッシュアブオブザバッテリーですから、これはバッテリーの付近でしょう。363、そう。どこだ？これだ。これ、もうほとんどこれファイアウォールっていうことですかね。もうこの図でもよくわからない。これと、現車を見ながらですよね。この図がなんかもうよくわからんな、これ。なんかこの辺を拡大してんのかな、これは。ということで、今ご紹介した3つのグラウンディングですね。日本語で言うと、言うところのアースというやつですね。マイナスです。この3箇所を点検しろと言われても、その3箇所がどこにあるかよくわからんということで、皆さん壁に当たると思うんですね。だからもうちょっと待ってください。すべてをリストアップしたような動画が送れればなと思います。で、今日こそは、インパクトバーを取り付けて、あと、ホーンですね。これも乾いてるかな？当然乾いてるな。サビも浮いてない。あ、なんかちょっとサビ浮いてるな。大丈夫か？もうちょっと上乗りした方がいいかな。まあ、要はこれで取り付けていこうと思いますと。